今日のワンポイントアドバイスです。今回は走り水の大アジを狙いました。今回も40センチに迫る大きなアジが釣れたんですが、そういう大きな魚が釣れるときにいくつか気をつけてほしいのがやり取りと取り込みです。やり取りの際にしっかり竿を構えてもらって、魚が強く引いたときには少し竿を送ってあげたり、あるいは泳ぎ上がってくるようなときには少し竿を煽って、常に一定のテンションが仕掛けにかかるような、そんなイメージで竿を上下して魚に合わせてテンションをコントロールしてください。そして取り込みの時にも非常にバラシまたは口切れなんかが多いですね。ネットを待っている時には水面下30センチぐらいのところを泳がせて待つようなイメージ でネットが入ってから自分でハリスを持っていって魚をネットの上に誘導してあげる、そんなイメージでネットに入れてください。浮かせてネットの上に持ってこうとすると、その時に急に重さがかかることでハリスが切れたり針が外れたりすることがありますので、ぜひその辺を注意して、せっかくかけた大アジですので最後まで気をつけてネットに入れて取り込んでみてください。